訪日外国人が驚愕した日本の住宅の特徴をご存知ですか？実は日本の住宅には海外の人があっと驚くような特徴がたくさんあるんだ。それって現代の住宅じゃなくて100年とか歴史のあるザ日本家屋を見ていってるんでしょ？いや、現代の住宅の私たちが普通だと思っていることに海外の人は驚愕しているんだぜ。というわけで、今回は訪日外国人が驚愕した日本の住宅の特徴を7つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも、世界の人々が日本の住宅のどんなところに驚いているのか予想して、コメント欄で盛り上がってくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは土足だぜ。なるほど。住宅って建物だけじゃなく、生活様式とかも含めての話なのね。うん。確かに海外は家の中でも靴で過ごしてるイメージだわ。家の中では靴下履くのも嫌な私からしたら、靴を履いて家の中で生活する方が考えられないけどね。わかるぜ、私も家の中では服も着たくないぜ。いや、服は着ろよ。そもそも、土足厳禁なのって日本だけなの？他のアジアの国とかは？いい質問だな、土足厳禁なのは日本だけの文化ではないぜ。アジアや中東の一部の国が、日本と同じ土足厳禁の文化を持っているぜ。やっぱりそうなのね。でもやっぱり少数派だから驚かれるってことかしら。そうだな、世界的に見るとやっぱり土足厳禁の文化は珍しいからな。でもどうして家の中で靴を脱いで過ごす国と、靴を履いて過ごす国があるのかしら。それには地域の気候や生活環境が関係しているぜ。気候ね。寒い国は靴を脱がないとか？でも、日本も寒い季節があるし。霊夢の予想通り北欧の寒冷地では、ほとんどの家庭が床暖房を入れて過ごすから、足元が暖かい状態を保つために靴を脱がずに過ごすことが一般的なんだ。日本が寒い季節もあるのに土足厳禁の文化なのは、おそらく日本では家を清潔で安全な場とし、畳や床を大切にする文化があるからだな。なるほどね。確かに日本人はもともとは床で寝たり、座ったりして生活していたしね。うん、だから日本人は家の中では靴を脱ぐことで床や畳を守り、清潔な環境を保つ意識が根付いているんだ。納得だわ。反対にアメリカやカナダでは、床は道路と同じように多少は汚れている場所で、座ったり寝たりする場所ではないという意識があるんだ。床に対する認識の違いね。うん。それに広大な敷地や広い玄関エリアがあるアメリカやカナダでは、家の中への汚れの持ち込みが少ないため、靴を脱ぐ習慣が生まれなかったんだ。なるほどねー。ちなみに土足厳禁な他の国は、宗教が関わっていることもあるみたいだぜ。宗教？どう関係があるの？例えば、イスラム教の文化では清潔さや謙虚さを表すために、家やモスクに入る際には靴を脱ぐ習慣があるみたいだ。また、アジアの一部の国々では、靴を脱ぐことが敬意や礼儀とされているぜ。なるほどね。それは日本にも同じような感覚があるわよね。うんうん。土足で家に上がるのは失礼な行為ってイメージがあるよな。土足で人の心に踏み入るなとかいう言葉もあるし、土足イコール失礼みたいなイメージよね。その通りだな。じゃあここからは、海外の人が土足厳禁にどんな反応をしているのか紹介していくぜ。土足で家にいるのが不思議と思うのと同じで、靴を脱いで家にいる日本人が奇妙だって思われてそうね。変だと思うよ。でもとても興味深い。日本人の習慣であるなら僕たちの習慣が尊重されるように、この日本人の習慣も尊重しなくちゃね。日本の文化が大好きで日本に住みたいと思うけど、どうして靴を脱がなきゃいけないの？誰に敬意を払ってるの？変だと思うし、清潔保持のためだと言われても納得できないよ。やっぱり理解できなくて困惑しているような声が多くあるわね。そうだな。そりゃ土足文化の国の人たちは、床は汚いと思って生きてきているわけだしな。そうね。でも郷に入っては郷に従えという言葉があるから、日本に遊びに来た際は、土足厳禁の場所では靴を脱いでほしいわね。うん、反対に日本人も他の国に行くときは、その国の習慣を知ってから行かないとな。そうね。違うことは理解し合うことが難しいこともあるけど、違いを埋めるための情報をした結果、生まれてくるものもあるんだぜ。土足厳禁の文化と、土足文化の間を埋めるもの？何かしら。ズバリ、スリッパだぜ。ああ、なるほど。確かに床の清潔を保ちたい気持ちと、裸足で床を歩きたくない気持ち両方を満足させられるアイテムよね。そうなんだ、スリッパは鎖国が終わりを告げ、外国人が日本に多く訪れるようになった明治時代に生まれたんだ。どこでも土足で上がる外国人への対応に困った日本人が考案したもので、この当時は外履きを履いたままスリッパを使用していたらしいぜ。へえ、まさかスリッパが日本発祥だったなんて驚きだわ。な、どちらの文化も傷つけないものを考えて作れたのが本当にすごいよな。そうね。二つ目に紹介するのは風呂だぜ。土足が驚かれるなら、お風呂もそうかなと思ったわ。
おお、冴えてるな。海外の人は湯船に浸からないから、温泉とかが珍しいって聞いたことあるもの。その通り、シャワーで済ますことの多い海外の人にとって、日本のお風呂には驚きがたくさん詰まってるんだ。え？湯船に毎日浸かる習慣に、驚きの声が集まってるだけじゃないの？うん、じゃあ他に、日本のお風呂事情のどんなところが外国人を驚かせているのかを、外国人の声とともに紹介していくぜ。体を洗ってから湯船に浸かることに驚いたわ。衛生的でいいわね。家族全員が同じお風呂のお湯に浸かるなんて、気持ち悪い。なるほどね。家族で同じ湯船に浸かれなかったら、公衆浴場なんてありえないって思うでしょうね。どうして毎日湯船に浸かるの？時間がもったいないよ。暑い時に湯船に浸かったら汗が止まらないよね。どうしてそんな夏でもお風呂に入るの？彼女とならいいけど、一人で湯船に浸かるのはちょっと。お風呂に対する感覚が全く違うのね。ところで最後の一人で湯船に浸かるのがありえないみたいな意見は、どういうことなの？どういうことかというとだな、お風呂イコールロマンチックな時間を過ごすという意味合いを持つ場合があるからなんだ。へえ、なるほどね。だから一人で湯船に浸かるなんて虚しいってこと？そんな感じだな。こんなに違いがあるとは思ってなかったわ。お風呂でかく汗は気持ちいいって感覚も、世界的に見ると少数派みたいだし。ほんとびっくりだよな。あとは、日本のお風呂が高機能すぎるという驚きの声もあるみたいだぜ。自動でお湯を張ってくれたり、追い炊きできたりするからかしら？それももちろん驚かれているが、もっと昔からあるお風呂の蓋や、シャワーが外れたり高さが調節できるところに感動する声が集まってるんだ。え、全然最新のお風呂じゃないお風呂にもある機能ね。うん、他には排水口に蓋がついていることや、浴室乾燥機機能に驚いたという声もあるぜ。へえ、まあ浴室乾燥機の機能はちょっと特別な機能だから、驚くのもわかるけど、排水口の蓋はなんで？普段は隠れていて、汚れていても見えないからいいって声があったぜ。なるほどね。自動で浴室を洗ってくれる機能とか、ミスト機能とかそういうのに驚きの声が集まってると思ったら、日本人にとって普通すぎて気にも留めないことが多かったわね。そうだな、目の付けどころが面白いよな。三つ目に紹介するのは小スペースだぜ。そりゃあね。日本は狭いもんね。スペースを無駄にはできないわよね。アメリカの家の基準で考えたら、日本の家は小屋だって聞いたことあるわ。そうそう、日本の家はウサギ小屋だ。ってバカにされることもあるくらいだからな。そうよね。それが海外の人が驚いた理由なら、いい驚きではないってことね。いや、それが意外とそうでもないみたいだぜ。え？でも日本の家は小さくて狭くて、住む場所じゃないって思われてるんでしょ？確かにそう言われがちなのは事実なんだが、日本の住宅の無駄のなさを評価する声もあるんだ。へえ、意外だわ。だろ？じゃあせっかくだから、どんな声があるのか紹介していくぜ。日本の住宅の内装には共感できすぎて困る。日本の家の内装は本当に美しくて機能的だね。アメリカの平均的な家は、無駄なものを置いてあるスペースが多すぎる。日本人は使いやすさをより重視するんだね。ほんとだ、必要最低限で機能性重視の家の良さを感じている人もいるのね。カナダと比べるとかなり手頃な価格だよ。機能性が売りの電子機器のように、細部まで行き届いてるね。日本よ、もっと住宅を世界へ輸出してくれ。やっぱり物価の違いで、日本の家を安いという意見もあるのね。うん、その他にも日本に住む外国人たちからは、部屋探しの際に不動産屋さんが親切だったという声や、初めての海外生活でも安心できるくらい、治安が良かったという声が集まっていたぞ。へえ、不動産屋さんが親切なのは当たり前だと思っていたけど、世界的には違うのね。そうみたいだな、その証拠にこんな声があったぞ。私は外国人だから、部屋を探すのに相当時間がかかるんじゃないかって思ってたの。でも不動産屋がしっかりしていて、2週間くらいで見つかったわ。イギリスの不動産業者も、日本の不動産業者みたいに丁寧で知識があれば。へえ、そうなのね。知らなかったわ。否定的な声ばかりだと思っていたけど、意外にも肯定的な意見もあってびっくりだわ。うんうん。四つ目に紹介するのは引き戸だぜ。引き戸？引き戸って横にスライドするとのことよね？これって日本にしかないの？いや、海外にも引き戸はあるんだが日本ほど主流ではないんだ。なるほどね。でも日本でも引き戸のある家って珍しくなってきてない？そうだな。特に玄関が引き戸の家は少なくなってきているな。そうよね。だがかつては引き戸が主流だったからなのか、引き戸に日本らしさや新鮮さを感じる外国人が多いみたいだぜ。なるほどね。でも引き戸だけじゃなく、普通のドアでさえびっくりする点があるんだぜ。え？どういうこと？ドアは海外で主流だって話だったでしょ？そうなんだけどな。でも日本のドアは海外とは違って外開きなんだ。えっと、
外開きってことは玄関から出る場合で考えると、内側から外に開くってことよね。うん。家の中からなら押すと開いて、外からなら引くと開くドアだな。そうね。私の家も外開きの扉しかないわ。そうだろ？日本ではそれが主流なんだが、世界的に見るとこの外開きの扉はかなり珍しいんだ。え？そうなの？知らなかったわ。じゃあ訪日外国人は日本で扉に困惑することが結構あるんじゃない？うん。ほとんどが外開きの扉だからびっくりするみたいだな。でもどうして他の国がほとんど内開きなのに、日本は外開きなのかしら？それは日本が平和な国だったからなんだ。いや、さすがにドアと平和は関係ないだろ。いやいや、これが終わりなんだぜ。どういうこと？もともと日本ではドアと引き戸を敵在敵所で使い分けてきたんだが、敵が攻めてくる危険がある場所にはドアを、そうでない場所には引き戸を使っていたんだ。お城とかの門は確かにドアみたいな感じよね。うん、でも住宅に武士が攻め入ってくるようなことがなかった日本では、家は安全な場所だったため引き戸が主流だったんだ。なるほどね。引き戸が平和と関係があったことは分かったけど、外開きのドアもなの？うん、外開きより、内開きのドアの方が外からの侵入者を防げるからな。確かに、言われてみればそうね。外開きだと開けてしまったら閉める前に、足とかを挟まれたり相手の力が強かったら入ってこられるものね。その通り、内開きの扉であれば、物を置いて扉から入ってこられないようにしたり、体全体で押すことで相手と力の差があっても防御しやすくなるんだ。納得だわ。冗談かと思ったけど平和とドアが関係していることが事実だとわかったわ。日本で外開きが主流な理由は他にもあるんだけどな。え？そうなの？うん。日本の住宅は小さいから、扉が開くときに必要なスペースを玄関に確保できないことが多いという理由や、玄関で靴を脱ぐ習慣があるため、靴を脱ぎっぱなしにすると、内開きでは扉が開かなくなることがあるなどの理由だぜ。なるほどね。確かにそうね。日本の家のサイズに合わせた扉でもあるってわけね。うん、あと、扉の表面についた雨水や汚れを、部屋の中に入れたくないという日本人の考えも加わっての外開きなんだ。へえ、まあ湿気の多い国だからね。そういう考えになったのかもね。そうだな。それにしても扉一つにこれだけの歴史が詰まってるなんて、思ってもいなかったわ。な、面白いよな。その土地に合わせた住宅を考えた昔の人は偉大だよな。本当にそう思うわ。5つ目に紹介するのは木造建築だぜ。まあこれは日本ならではのイメージが確かにあるわよね。でも最近は鉄筋の家も増えてるし、マンションとかは鉄筋コンクリートが多いわよね。まあな。でもそうは言っても、世界と比べると日本は圧倒的に木造建築のものが多いんだぜ。そうなのね。あんまり意識したことがないからわからないけど、確かにこれは木造だな。とか考えながら街を歩くことなんてないもんな。でも現代の日本の住宅の 80% が木造だって言ったら、日本に木造建築が多いことが伝わるか？え、80%？ それは確かに。思っていたよりも多かったわ。そうだろ？でも、家を作るのに使っている材料が違うってだけで、どうして驚かれるのか不思議だわ。海外の建物を見てからこれは石でできてる家で、これは土でできてる家なんだよ。って言われても、私ならそうなのね。で終わっちゃうわ。確かにな、だけど日本の木造建築の技術は、世界を驚愕させるほどなんだ。なるほど。技術力ね。うん、なんてったって地震大国の日本での生活を安全なものにしてくれているのは、日本の木造建築の技術だからな。確かに、日本の建造物は耐震性に優れてるって聞いたことがあるわ。でも具体的にどんな技術のおかげで耐震性が保たれてるのかしら。まず木造建築は他の素材に比べて軽いため、地震の影響を受けにくいという前提があるんだ。へえ、知らなかったわ。その木材の良さを活かしつつ壁量や配置場所、接合部の設計を精密に行って現代の高い耐震性が保たれているんだ。日本人の几帳面さが活かされているのね。そういうことだな。現在は技術がさらに発達し、地面から地震が建物に伝わる前に、免震装置が水平方向の動きを吸収する仕組みになっているんだ。進化を止めない建築業界のおかげで、私たちの暮らしがあるのね。うん、現在日本の建物の約 75% が耐震性を保証された建物なんだが、今後は 90% を目指しているらしいぜ。90%、地震での被害がほとんどない強い国になるかもしれないのね。そういう未来が近いかもな。こういった日本の木造建築の凄さは、日本が2011年に経験した東北地方太平洋沖地震後に世界から注目され、認められたんだ。注目されるきっかけとなったのが地震っていうのは嬉しくないけど、皮肉にも日本の建築技術の高さを評価してもらえるきっかけとなったわけね。そうなんだ。
だけど日本の木造建築の技術力の高さは、最近向上したものではなく大昔からのものだから、余計にすごいんだ。確かに地震を経験してもなお、その存在を保ち続ける歴史的建造物が、日本にはたくさんあるものね。例えば、五重塔は西暦680年に建てられてから、幾度も大地震を耐え抜いてきた世界最古の木造建築物なんだぜ。680年からってことは、築1300年くらいってことよね。そう考えると確かにすごいわね。そうだろ。だけど、どういう仕組みのおかげなのかしら。想像もつかないわ。五重塔の構造を例に挙げると、建物の真ん中を貫く心柱が各層の揺れを吸収する仕組みになっているから、地震を耐え抜けたと言われているぜ。揺れを吸収する？心柱は地面に固定されておらず、振り子のように地震に適応するように作られているんだ。なるほど、高い建物は揺れるように作った方がいいって何かで読んだわ。これらの技術をコンピューターも、重機もない時代の人が作り上げたんだからすごいよな。そうね。これは日本人も昔の日本人に驚愕せざるを得ないわね。6つ目に紹介するのは洗濯機だぜ。洗濯機？住宅っていうか家電ね。でも、洗濯機って国によってそんなに違いのあるものなの？実は海外ではドラム式が主流なことが多いのに対して、日本では縦型が多いことに驚きの声が集まってるんだ。へぇ、縦型の方が価格も安いしね。まあ私は乾燥機能が欲しくてつい最近ドラム式にしたけど、いいなぁドラム式。でもどうして日本は縦型の方が多くて、海外はドラム式が多いのかしら。それには水資源の豊富さが関係しているぜ。なるほど。縦型の方が水をたくさん使うものね。その通り、その他にも小スペースにおける洗濯機は、縦型だからっていう理由もあるぜ。なるほど。やっぱり何でも主流になるのには理由があるのね。日本のメーカーの電化製品って海外からも人気のあるものが多いのは知ってるよな。ええ、もちろん。洗濯機も日本製のものがたくさん海外に輸出されているんでしょうね。それが実は、海外で販売している日本製の洗濯機の数は少ないんだ。え、そうなの？どうして？それは海外の洗濯機と日本の洗濯機は、縦型とドラムという違いだけでなく、中の構造もこんなに違うんだ。アメリカのは真ん中が突出してるのね。この構造の違いは水質の違いによって生まれたものなんだ。へぇ、日本は軟水で、アメリカやヨーロッパは硬水だからってこと？軟水の場合は低温の水でぐるぐる回転させれば水流できれいに洗うことができるんだが、硬水の場合は水の温度を上げて殺菌をし、叩き洗いのように洗浄力を強くしなければきれいに洗えないんだ。へぇ、水質の違いでそんな違いがあるなんて知らなかったわ。そうだよな。そしてまだ他にも、海外の人が驚いていることが日本の洗濯機にはあるんだぜ。まだあるの？それは何なの？それは洗濯機に給水ポンプがついていることだぜ。ああ、お風呂のお湯を再利用するときに使うやつね。海外の人からすると、お風呂のお湯を再利用するって発想がないから、かなりびっくりしたみたいだぜ。そうなのね。日本でもみんながやってるわけじゃないけど、変だとは思わないわよね。そうだな。でも海外の人からすると、かなり奇想天外な発想みたいだ。この日本人のアイディアに対しては、入浴に使った水で衣類を洗うなんて汚い。という意見も、エコで素晴らしいアイディアだという意見も両方あるみたいだぜ。そうなのね。その考えは日本人の中でも分かれるわよね。そうだな。最後に紹介するのはトイレだぜ。私も日本のトイレを愛してるわ。海外に行った時、日本のウォシュレットのありがたみを感じたことがあるから。わかるわかる。私も世界の中心で日本製トイレの愛を叫びそうになるくらい日本のトイレが恋しかったぜ。感動作品を汚すなよ。まあ、でも日本人も、海外に行くと日本のトイレの凄さがわかるくらいなんだから、海外の人が驚いているのも納得だわ。じゃあここからは日本のトイレに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。ハイテクさに驚いたよ。ウォシュレットはちゃんと洗ってくれるだけでなく、水の強さまで調整できるんだ。すごい技術だ。ウォシュレット大好き、日本のトイレが大好きだよ。インドネシアにウォシュレットがあったら、全身を洗う人がいると思う。いや、そんなやついないだろ。他にも日本のトイレの清潔さや、トイレットペーパーが流せることへの驚きなど様々な声があったぞ。あ、そうそう、トイレットペーパーを流せない国が結構あって、ゴミ箱からティッシュが溢れ返ってる光景って海外でよくあるのよね。正直げんなりするよな。ええ、それを考えれば確かに日本のトイレは清潔かもね。日本は公衆トイレさえも綺麗で、トイレットペーパーがどこでもついてるって感動する声もあるくらいだからな。日本人からすると、公衆トイレは綺麗なイメージないんだけどね。だな。だが海外の人からすると、日本の公衆トイレはかなり綺麗な方みたいだな。
フランスとかだと、便座が壊されたり盗まれたりすることがあって、公衆トイレは設置してないことも多いみたいだしな。盗んでどうするのかしらね。売るのかもな。さて今回は、訪日外国人が驚愕した日本の住宅の特徴を7つ紹介したぜ。日本で生活してる時に求めないようなことが、驚きの種になっていたりして面白かったわ。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。